今回本当ジャケットもすごいかっこいい、この騙し絵というか、このこうなんと表目視で言うのが難しいんですけど、でもすごくこうなんだろう、素晴らしいデザイナーの子がいたりとか、いろんな仲間に助けられて今回のブックレットやジャケットを持ってきました。ブックレットの中で着てる洋服は山本関西さんでしたりとか、すごく素敵なスタイリストさん、皆様にいろいろ力をお借りしましてですね、こうムッシュのあの渋い感じとか、龍之介がインディアンになってたり、俺が歌舞伎になってたりとか、すごいいろんなこう時代をこうどんどんこう遡る、どんどんグルーヴしていくような写真を撮れたかなと思います。これもう龍之介いなかったらパンチありすぎですからね。龍之介がいいバランスを作ってくれてるんですけどね。まあなんせそのすごくブックレットにも素敵なこう情報いっぱい入ってます。誰がやってるとか、どんなこうスタジオで撮ったとか、どんな日にち撮ってるとか、いろんなこう日にちをまたいで撮るんですよ。そういうことができて、なんかぜひブックレットを手に取ってみて。Let me meet you, featuring Insist。 これはもともと1回目のブルーノート公演があって、でブルーノートでこうやりたい曲を作ろうと思って作った曲なんですけど、これは大阪まで行ってInsistのメンバーと胸で作った曲で、でブルーノートの時はね、まだMC バシーと MC サッコンが入ってなくて、でまあどうせ今回アルバムちゃんと出せるから、この間の曲ちゃんとフューチャリングして一曲作ろうって言って作って、最高なトラック、これは僕はもうバンドは全てInsistに任せて、僕は3バース目でキックしてるだけなんですけど、これが作れたってことが超嬉しい。フレーズソング出ました、北斗百裂拳みたいな曲なんですけど、これも最初のタームのレコーディングの時かな、2年前ぐらいだけど、ドラムが UZMK ダッチで、俺龍之介で一発撮りして、そっからサックスクニ君が入れてみた感じか、あ違う全員一発撮りしたんだけど、なんかそんな感じの、とりあえずもうワンテイクバーって終わったみたいな、ほんとこういうなんか空気感と緊張感がある曲撮れたのがすごく嬉しかったですね。でもこれはいろんな種類のこの曲を今後撮っていこうかなと。Today's Song、今日の感じみたいな意味なんで、いろんな日の Today's Song が今後リリースされるんじゃないかなと思っています。ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかい？ほら、ジャンギャバンの名曲ゴロワーズを吸ったことがある。これはもうまあ説明ね、私がするほどでもないですけど、ムッシュの名曲でして、まあこれもなんせムッシュがこう結構ね、いろんなバージョンでこうなんだかんだカバーされてる曲なので、なんかこうやっぱ Life is Groove らしさは何かなっていうところで、途中のブリッジから始まるっていうのがやっぱこう誰もやったことなかったらしいから、こうアレンジした身としてはそこをムッシュに褒めるとすごい嬉しかったんですけど、これはドラムがさっきと一緒ダッチ、俺龍之介、キーボードで山崎哲也くんがいて、クニ君がサックス吹いてきて、これもすごいこう、もうライブではもちろん定番だし、なんかすごくまあライフイズグループバージョンとして、すげえ。なんせ龍之介のギターソロ、この時まだ15歳だからね、いやーちょっとどうか、もうどうかしてないやつだったねっていうのがパッケージできてよかったかな。だけの歌、これはもう聞いての通り宴会の歌です。まあ、俺たちはもう宴会が大好きで、しょっちゅう下北の隣町で宴会をしているんですけど、まあ、そこのなんか様子を見たミュージシャン、これを曲にした方がいいみたいな話がもともとあって、である日こうあの曲の一行だけをミュージシャンが書いてきて、太子堂焼き鳥、内首にホルモン、エンシスト、ソイルポン、ソイルピンプ、What you gonna do しか書いてなくてこれを曲にしてくれみたいな、わかったっつって俺がそこに歌詞を書き足して、そのもういつも俺らがいるもう職業とかもう何も関係なく、面白いやつらがギュッと集まって宴会してドーンってあの騒ぐあの感じをどうこう曲にできるかなと思ったけど、最高な形でこう表現できたかなと思っております。ボミツですね、俗に言う。いやもうこれはもう龍之介の素晴らしい曲で、これはやっぱライフズグルライブやりだした当初からあの僕がこう書いてたけど、彼をこうどう
したら完璧な彼のかっこよさをパッケージできるかを長年考えてきた身としてはですね、まあ、このつぼみの歌詞だったりとか彼の最後のギターソロだったりとか Life is Groove だからこそこうグッとくるあの曲あのこのいいところが取れたかなと思っています。お密名曲リュウちゃんこれは俺渦巻日立竹内と竹内で田中くじかずこれも小編成でバッと撮った曲ですね。いやなんせいい曲なんでこれで締めれてよかった。